フランシーヌの場合はあまりにも若さん、フランシーヌの場合はあまりにも寂しい。3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ。フランシーヌ、本当のことを言ったら、お利口になれない。本当のことを言ったら、あまりにも悲しい。3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ。フランシーヌ、一人ぼっちの世界に残された言葉が、一人ぼっちの世界にいつまでもささやく。3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ。フランシランシーヌの場合は、私にもわかるわ。フランシーヌの場合は、あまりにも寂しい。3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ。フランシーヌ、